この度は私の関係する政治資金団体の収支報告書の記載に際して、さまざまな疑問を提示されました。そのことにつきまして、野党の皆様から数々のご質問をいただき、本来やらねばならない審議に大きな影響を与えてしまったことを重く受け止めています。このように大変お騒がせをしてしまったこと、ご心配をおかけしていることに対し、国民の皆様、私を長く支援してくださっている後援会の皆様、地元群馬の皆様、ご迷惑をかけているすべての皆様に心からのお詫びを申し上げます。今回大きく分けて2つの問題が指摘をされていると理解をしています。まず1つ目は、資金管理団体における物品購入に関し指摘を受けている点です。2つ目は、後援会の観劇旅行など行事費用に関する問題であると理解をしています。まず1番目の問題である、資金管理団体における物品の購入等についてご説明を申し上げます。事務所費や組織活動費に計上されている物品の購入などにつきましては、実際に購入したことを領収書などで確認する作業を進めておりますが、行使の区別についてはしっかりつけさせていただいていることを改めて申し上げたいと思います。その上で、報道などで問題であると指摘をされた品について、いくつかご説明をさせていただきます。地元群馬の名産である下仁田ネギやこんにゃくを購入した点ですが、政治活動でお付き合いのある県外の方への贈答であり、なおかつ地元の名産を紹介することは地元群馬の振興にもつながるものと思っておりました。ベビー用品や化粧品などの購入につきましては、私が子を持つ女性議員であることから、報道などで私の子や私の化粧品の購入ではないかとの誤解を示されるコメントがありました。しかし、ベビー用品は父の代からご支援いただいている県外の方の家族の出産祝いやお誕生日祝いといった社交儀礼として購入したものであり、また化粧品や服飾品などは私が団長として海外に出張した際のお土産として購入しお渡ししたものでした。一部報道には、関係者に品物を送るのは個人としての社交であるからポケットマネーで行うべきであるとのご指摘がありますが、会社や団体が経済活動の中で関係者に経費で社交儀礼をするのと同じく、政治家が政治活動を行う中で、さまざまな人と交流を持ち、人脈を広げていくことは、重要な仕事の一つであり、政治活動の経費として認められるものと思っています。また、私の義理の兄が経営する服飾雑貨店から物品を購入している点ですが、このお店は私の姉がデザインした品物を販売しており、
一般の品物とはまた違った話題で交流を深めるきっかけになるので大変重宝をしています。次に、小渕優子講演会が実施した観劇会等の講演会行事の収支に関する疑問についてご説明を申し上げます。講演会の収支報告書によれば、観劇の費用として計上された入場料やバス代などの支出額が、観劇の参加費として参加者から徴収した収入額を上回っている年があることから、不足分を講演会で補填したのではないか。そうだとすれば、選挙区の者に対する寄付であり、公職選挙法に抵触するのではないかとのご指摘がありました。観劇会は、私の講演会の女性部大会の一環として行われている重要な講演会行事であり、私も毎年ではありませんが、日程の合う限りご挨拶に伺っています。ただ私は参加された方や事務所の関係者から皆さん実費をいただいていると聞いておりましたので、そもそも講演会などが参加費の全部または一部を肩代わりしているとは思っていませんでした。そのような次第ですので、今回このような報道に接し、大変驚き、すぐに講演会の方に本当に参加者から実費をいただいているのか確認していただけますかとお願いをいたしました。そして今日までに講演会から報告を受け、分かったことにつきましてご報告を申し上げます。まず、観劇会は小渕優子講演会女性部大会の一環として行われた講演会行事の一つであるとのことです。平成19年から毎年行われ、今年も10月に行われたとのことであります。平成24年の収支報告書には、観劇会の記載がありませんでしたが、実施したことは講演会事務所で確認をいたしました。この観劇会は、講演を貸し切って行っています。だいたい1回の講演で1000人程度、これを2グループで行っていますので、毎年の参加人数は2回で2000人超で実施しているとのことです。参加者からいただく費用は、平成19年は1人1万1000円でしたが、その後は今年まで1人1万2000円になっているとのことです。費用の中には、入場料や食事代、バス代も含まれています。なお、一部報道で観劇の参加費だけで1万2000円程度になるのではないかとのご指摘がありましたが、通常の公演の場合と比べて、貸し切りの場合は入場料を相当安くしていただいているとのことであり、その点の疑念はないものと思います。劇場の定員に限りがあるので、毎年講演会の各地区に参加可能人数を割り振りします。そして各地区の責任者が参加者を取りまとめます。参加希望者には申し込み書に名前などを記入していただき、合わせて参加費として1人1万2000円を責任者が預かります。そして集めた参加費を講演会事務所に持参していただいていたとのことです。これは今年の参加費と小渕優子講演会女性部大会申し込み書が入って講演会事務所に持参をしていただいたもののコピーです。中には会費を添えて申し込みますと書かれて、お名前、住所が書かれたものが人数分すべて揃っております。マスコミの皆様も地元で取材を行って、参加者の方から参加費の徴収をされていることを確認されているようですが、講演会も平成22年の参加者名簿をもとにして電話や訪問して参加費の徴収について確認をさせていただいています。
昨日現在までにお尋ねした753名の全員が1万2000円を支払って参加されていることを確認しています。また参加費を集めていただいた講演会の責任者の中には、預かった会費を専用の銀行口座に入金し管理していただいた方もいらっしゃいました。この方は平成22年から講演会の複数の地区を回って各地区ごとに参加費を預かると、参加費の預かり専用の銀行口座に入金し管理をしていただきました。これがその専用口座の預金通帳のコピーです。全地区分の参加費が集まると講演会事務所にご持参をいただいているとのことです。このようにきちんと講演会の皆様からは参加費をいただいておりますとすると、歴年の小渕優子講演会の収支報告書の記載には大きな疑問があると言わざるを得ません。実費として徴収した収入が過少に記載され、不記載となっているものが多額に上っていると思われます。すなわち毎年の参加人数の実数は現在講演会事務所で名簿などをもとに再確認していますが、観劇の1回公演で少なくとも1000名参加していることからすれば、2回公演分で2000名の参加があるということになります。そこで1万2000円かける2000名イコール2400万円の観劇代の参加費用が収入に計上されていなくてはならないことになります。しかしながら平成22年は372万8千円、平成23年は369万3千円となっています。平成24年に至っては収入も支出も計上されておりません。これではご指摘を受けている通り大きな疑念があると言わざるを得ません。平成24年分の支出も含めかかった費用の点も再度確認する必要があると思っています。このように収入と支出の双方について果たしてその実態があったのか否か、私自身大きな疑念を持ったところであり、講演会を含めた関係政治団体の収入と支出の両面にわたり収支報告書の内容のすべてを第三者的な観点から調査していただく必要があると考えています。そこで関係する政治団体とは関係のない外部から弁護士や税理士などの専門家を入れて客観的な調査をしていただくことにしました。政治団体間の資金のやり取りも収支報告書上あったとされているので、その収支と支出が真実あったのかということも含めて調査をしていただくことにしました。ただ調査範囲は多数の団体、個人に及ぶことから相応の調査機関を必要とする状況にございます。このような状況となっていることは私といたしましては誠に不徳のいたすところであり、自らの関係政治団体の政治資金問題について引き続きしっかり調査をし、正さなければならないところはしっかり正し、一日も早くご支援をいただいている皆様の信頼を取り戻すことに専念をしたいと思います。
自らのこうした問題によって経済産業大臣として経済政策、エネルギー政策に停滞をもたらすことは、これは許されることではありません。ここで大臣の職を辞し、こうした疑念を持たれていることについてしっかり調査をし、皆様方にお示しができるよう、そのことに全力を傾注してまいりたいと考えています。安倍内閣の一員として経済の再生、女性の輝く社会の実現、その他さまざまな課題に対し何一つ貢献ができなかったことを心から申し訳なくお詫びを申し上げたいと思います。どうです。それでは患者さんの方から。感謝時事通信の上中です。感謝から3点お伺いします。1つずつお伺いします。改めてなんですけれども、ご自身が関係する政治資金の、不透明な収支に有権者与野党から厳しい声が上がっていますけれども、改めて受け止めをお願いします。私の関係する政治資金団体の収支報告の記載をめぐって、さまざまな疑念を提示され、このような形で大変お騒がせをしていることを本当に申し訳なく思っています。今日ここでお示しできたこと、そして引き続きしっかり調査を行っていかなければならないことがあります。もう一度皆様の信頼を取り戻すことができるよう、できる限りの調査をし、お示しをさせていただきたいと思っています。大臣ご自身として辞任をしなければならないとお決めになったのはいつの時点でしょうか。委員会の中で自分自身そのような気持ちを持っていったと思います。経産省の所管分野ではですね、先ほどもご言及がありましたけれども、原発の再稼働問題ですとか再生可能エネルギーの買取制度見直しとか課題が山積する中であります。また女性の活躍推進に向けては大臣の役割というのに期待する声も強かった中での辞任となりました。改めて所感をお願いします。経済産業大臣としてもさまざまな課題がありました。また女性政策につきましても多くの期待をいただいていたことは十分に承知をしています。その中でその役割を十分に果たすことができなかったことを本当に残念に思っていることとともに、たくさんのご期待をいただいた方々に対して申し訳ない思いでいっぱいです。NHK の小田島です。今回の収支報告書に支出金が記載されていなかったということ、
それに関してなぜ今までこれまで気づくことができなかったのか、何がいけなかったのかと、今のところを考えました。それからですね、福島第一原発にも直接にすぐ行かれて、福島の基本に全力で取り組むという考えを強調されています。今後ですね、まず水害回復のために調査をするということだと思いますが、政治活動をどのように進まれて進めていかれるか、お伺いします。政治資金管理団体に関しては、その監督責任があったものと思っています。またそれ以外の政治資金管理団体について、長年、私が子どもの頃から、ずっと一緒に過ごしてきた、そういう信頼するスタッフの下でお金の管理をしていただいていました。その監督責任というものが十分ではなかったのだと思っています。福島の件については、経済産業大臣ではなく議員の一人としても、これまで経験したことのない事故に対して次の世代のためにしっかりやらねばならないことをやらなければならない、それは一政治家であっても同じことだと思っています。私の担任の大臣の方がしっかり進めていただけるものと思っています。新聞の小林と申します。2点お尋ねします。このタイミングでの辞任というのは、野党から求められていた国会での説明責任を放棄する形になると思いますが、それについてどうお考えかというのと、あと2点目は現時点で議員辞職についてはどのようなお考えでしょうか。調査をし始めたところ、ここから先のことについては私の事務所や後援会による調査では多分わからない、しっかり第三者を入れて調査をしないと解明できないと思っています。そうしたことと ともに、それでは果たしてその経済産業大臣としての重責を両立することができるのかと言われれば、それは難しいという判断をいたしました。大臣の職は辞することになりますが、議員としてしっかりこの政治家としての説明責任を果たしていきたいと考えています。
ビ朝日の山口と申します。先ほどもご説明を伺っておりますと、その大きな疑念を抱くということをおっしゃっていたんですが、やはり人ごとに聞こえてしまうところがあるんでしょうか。でご自身が代表を務めている資金管理団体からも反撃会への支出がなされています。ご自身の責任という面についてはどのようにお感じなんでしょうか。決して他人事だという意味ではありません。ただ本当に申し訳ないのですが、私自身がわからないことが多すぎます。私自身もなんでこうなっているのかという疑念を持っています。私が代表を務めます政治資金管理団体において信頼するスタッフが収支報告書を提出するときに提出してきますという報告をもらっていました。何かあれば私の方に言ってくれるものだとそう思っていました。ですので代表者としてのやはり監督責任については私自身が甘かったと思います。その調査結果によってはですね、公職選挙法にも触れる可能性も出てくると思うんですが、そのあたりの議員辞職するかもしれないという道も出てくるかと思うんですけれども、そのあたりの今思いというのはどのようにお感じになりますか。これから調査を進めていただきますが、そうした法律に引っかかっていくのかどうなのかも含めてこれからのことでありますし、私自身が今しなければならないことは、私を信頼して応援してくれていた多くの方々がいますので、その方々に対してきちんと説明をできる状況にしなければいけないと、それに力を尽くしていきたいと考えています。今日毎日新聞の報道で選挙区内、群馬県内の男性にワインを送っていたという報道が出ております。この件についてはどのようにご説明されますか。それについては私も今日の新聞を読んで知ったところであります。そうしたワインがあることも承知をしていますし、ただ当然のことながら選挙区外に何かの形で使っているものと承知をしています。当然のことながら私がお渡ししたということではないと思います。しかしそのあたりのことも含めて調査をしたいと思います。テレビ朝日の坪井と申します。はい、先ほどからやはり監督責任、自分の甘さというお話をされてますが、やはり小渕さんでさえその政治とカネの問題についてチェックをしきれなかったのか、その辺振り返られて具体的にどういう点が自分の中で甘かったのか、どういうところがいけなかったのかというところは何か思い当たるところがあるんですか。こういう形になった以上、すべてが分かったので、私自身の責任は重いです。それは分かるんですが、具体的にご自身が分からなかった、知らなかった部分というのが、表に出てきて、かなりそのご自身の中でも不満があると思うんですが、それはどういう形で解消されるのか、またどういうふうに今その不満については思っていらっしゃるのか、ちゃんと教えていただきたいです。これについては私自身もその全体像、その私が関係する政治団体の中でのこのお金のやり取りというものもあります。なぜその時にそういうお金の出入りがあったのか、どうしてこういう収支になっているのか、
現段階で全てを見通すことができない状況にあります。この場で全てを明らかにして皆様方にご理解をいただくことができないことは私もじくじたる思いでおりますが、正直申し上げてその全体像がわからない、全てが分かっているわけではない。ですので第三者も入れてもう中立的な方に入っていただいて一から見ていただく、調べていただくしかないと思っているところです。私からはこのようなことになってしまったことについて総理にお詫びを申し上げました。総理自らが今回の私のことに対して公式にお話しされる機会があるのかないのか分かりませんが、総理のコメントはそちらから聞いていただければと思います。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。小渕大臣というのはですね、今回のその改造内閣の大きな目玉だったと思うんですね。これはもう皆さんそう思ってると思います。でその大臣がですね、辞められるということ、それと安倍第二次内閣ですね、これまで辞めた官僚の方、閣僚の方はおりません。そうした目玉の大きな目玉のですね、大臣が辞められるということで、かなりその安倍政権の影響ということはいろいろ言われると思うんですが、まあ、そうした点について大臣は辞めるにあたってどうお考えになっているか、この点を聞かせてください。自分自身が目玉であったかどうかというのは分かりません。しかし安倍政権においてはさまざまな政治課題が山積している中、一丸となって走っていかなければならない、そんな矢先に私自身のこうした問題で大きな影響を及ぼしてしまう、そのことについては本当に重く受け止めています。毎日新聞の杉本と申します。はい、2つ質問させてください。1点目がですね、物品購入の件です。今日の弊社の報道でもワインの件指摘させていただきましたが、大臣、1000万円以上に上る不透明な支出を弊社は書いておりますが、その中で地元の有権者に対する贈答金は選挙区民に対しては一切そういった動物はしていないというふうに言い切れるのか、それについてが第1点です。で第2点目は、もし趣旨の問題で公職選挙法違反などの、具体的な法令違反が明らかになった場合には、議員辞職をされるというふうなお考えはあるのかどうか、これについて教えてください。これまでその物品の購入についてさまざまなご指摘をいただいてまいりました。今日のこのワインの購入についてはしっかり調査をしていきたいと思いますが、現段階で提示されていることについては今確認されている段階では、そうした形で選挙区内にお配りしたということはないものとして承知しています。まずは今しっかり調査をし、そしてそれをお示しするということが
一番大事なことではないかと思っています。はい、フリーのジャーナリストの田中と申します。はい、閣僚の中には、もっと大きなスキャンダルを抱えた方々がいらっしゃって、それが炎上中であったりこれから火がつく、という方々もいらっしゃいます。なのに、小渕大臣は、自分の騒動が、自分今回の問題がですね、目くらましに使われたんじゃないかという刺されたんじゃないかという無念さはありませんでしょうか。今ご指摘を受けてそういうことがそういうことを思われているのかということを初めて知りました。国務大臣、34歳で、戦後最年少で閣僚入りされて、今度40歳では初の女性の経産大臣となって、今回辞職することになりました。そのことを受けどんなふうに率直に受け止めていらっしゃるかということと、議員職するしないに関わらず今後の政治活動に向き合う姿勢のところを聞かせてください。34歳で少子化対策の担当大臣を退任いたしました。そしてこの度経済産業大臣という重責を頂戴をし、このようなことになってしまいました。特にそれ以上でも以下でもありません。政治家としてはすべて一から出直そうと思っています。後援会私が大事にしてた後援会の皆様に、後援会の方々にの名誉を傷つけることでもあり、かつ私にいただいてた信頼を損ねてしまうということを、そういうことになってしまいました。もう一度ゼロからその信頼関係を、その信頼を取り戻していけるように、出直しの気持ちでやっていきたいと思います。それではこれで終わります。ありがとうございます。